ここは東京海浜病院。日々緊急事態に向き合う MER メンバーの物語だ。はあ、おいしそう。行ってくればいいんじゃないですか、北海道。いえいえ、私は循環器外科での仕事があるので旅行なんて。そうですか、いいですよ北海道。音羽先生こそ旅行とか行かないんですか。私は行くとは言いません。え、どういうことですか。旅行に行っていることを人に言うとお土産を買ってこなければなりません。ああ、わかります。お土産って気遣いますよね。以前ナースステーションにとても希少なバームクーヘンを差し入れしたのですが、はい、いちいち切り分けないといけないお土産持ってこないでよという顔をされました。やだ、つらい。でもそれって音羽先生の思い違いってことはなかったんですか。後日院内で私のあだ名がひと手間になったと噂を耳にしました。ひと手間。笑っていいですよ。いえ、すいません。笑っていいです。いえ、その直後私は知りました。何をですか。お土産は必ず分けやすい、はい、食べやすい個包装で。なるほど。その夜私はそのことを今後絶対に忘れないように、はい、馴染みのあるメロディーに歌詞をつけました。メロディーに歌詞。土産は個包装。お父先生、土産は個包装。いえ、土産は個包装。お父先生、すいません、今日で やめちゃうんですか。すいません、この病院。いえ、やめませんが。あ、すいません、やめる直前の人しかちょっとそんな変なことしないのかな。ひな先生はこの院内でのお土産文化に疑問を持ってるんです。はい、今度の全体会議でお土産文化をなくしたいと証言してくれませんか。証言。あ、さっきのノリまだ続いてますか。研修医であるひな先生がそう証言してくれたらお土産文化解体に一気に傾くはずです。続いてます、続いてますね。さっきのあなたには迷惑かからないと約束します。音羽先生、よく考えてください。いや、音羽先生、一緒に審議会を開きましょう。あ、え、え、今が一番迷惑ですよ。土産は個包装、土産は個包装、土産は個包装。でけでけでー。